漢字大好きの1の中に入っているものです。これはここから始まるでしょ。で、番号をまず読んでみますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、上がり、ここで終わり、うん、はい、でこう進んでいきますが、時々お休みがあったりします。4つ進んでこっちまで行っちゃったりしますね。5つ戻るというところもありますよ。1、1、1、じゃあここから1、はい、1はこれ読んでても花、ひらがなね。じゃあ漢字を探します。どこにありますか、まいちゃん。ここ、あ、ここだ。じゃあ私はここに行きます。この漢字を勉強して、導入して練習して勉強して覚えていたかどうかを確認したいときにやりますから、次の日でもいいし、もうちょっと後でもいいですね、はい、で新しい漢字を勉強、この他の新しい漢字を勉強していても、ここまでのをとにかくチェックしたいと思ったときにやったらいいと思います。